おそらくこれが最後のチャンスと言えるかもしれません。1点を追いかけるホームの清水エスパルス、キッカーは石毛、ボール中央決まった、執念のヘディングゴールが決まりました。6点、いやー素晴らしいですね。これゴールキーパー上がってくる場面って多々よくありますけど、ゴールするこういう場面なかなか見れないですよね。キーパーロッタン気迫のヘッドで同点ゴール。